またやる羽目になりますよ最近ちょっと話題ですね。スーじゃない、スーじゃない、スーじゃない、スーっていかない最近ちょっと、話題ですって。あまりにも似すぎてある、俺ももしかしたらと思い始めるよなって俺もしかして火星って誕生したんじゃないのかなってちょっと不安になる気がしてる。まあまあそんなこと言ってる場合じゃないんで、やばいよ。いやもうぼちぼちだな。いい加減追い出されかねないよこのままいくと。ぼちぼちなんですよ。何も解決できねえんだってなっちゃうんですよね。そうなんですよ。でこれほら暇だな。テレビジョンで流れてるでしょ。はい、広がるわけですよ、うちの事務所の悪評が。無能ぶりが、無能ぶりが、あいつらクソ似てねえ、なんかミシェル極限ラッシュの、しかも写真からなんか参考にしたホール内で寝て周りのお客さんにはキョロキョロ見られて、それで依頼解決したことにしやがったぜっていうさ。これやればいいんじゃないな、これをやろう、すぐシーンを、うん、そういう感じだね。いかんですよこれ。まこといいですか。いかんじゃあかんよこのままじゃ。いかんのいいの、あかんのあですよね。あかんのあですわ。はあ、退屈だな。退屈だ。一応ねちゃんと確認して線繋いだんだけど、はい、最悪止められてるまであるから。あ、電話会社さん。そうそうそう。電話止まるってよっぽどすもんね。もう兵糧攻めですよ、自らが招いた。電気が止まるってよく聞きますけど、電話が止まるってのはこれよっぽどですよ。もういよいよですよ、電話と水道はこれなかなか止まらないって言いますからね。もうそれはもう本当に昔から語られてることですから。いや困りましたね、はい、手紙は来てないですよ、何も。見た、ポスト見ました。あのなんかあのこう家でめくってねみたいなやつは来てましたけど、それ一番やべえやつそれ一番やべえやつビリ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 、あっかかってきた。よし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 、ほほん、はい、こちら ATM 探偵事務所。もしもし。はい、もしもし。はい、どうしました。アラスさん。はい、アラスです。ありがった。あんね、あたす、半年前から脱サラして、2ヶ月前から回転寿司始めたんすけど、回転寿司。樹脂、え、それ、なんか樹脂工事。寿司、寿司。寿司？あ、あ、回転寿司ですね。そう、寿司。これがなかなかどうもお客さん来ねえんだわ。あー。まあでもまだオープンしたてということもありますし、これからですよ。だども女房息子子娘食わしていかなきゃいけねえからさ、どうしたもんかと思ってね、今さら辞めるわけにもいかねえもんだしさ。まあ確かに一勝負かけたわけですからね、簡単にそのリングから降りるわけにはいかないですよね。だもんでお二人さんさ、回転寿司といえば全回転、ハーデスの全回転で7番ビッシリソロドルバ見せてくんねえかなと思って電話したんだけど、頼めねえか。かしこまりました、我々に任せてください。ありがとう、じゃあよろしくお願いします。かしこまりました。北です。だいぶだいぶ北の方だったね。僕の生まれよりもよ、だいぶだいぶ北ですよ。だいぶ200キロぐらい北。すすって言うんですよ。すすね、すす、すし、すし、すす、すすね、回転寿司、回転寿司、そうか、全回転寿司、全回転寿司かいや俺しばらく引いてねえな。なるほど。でも僕ちょいちょい
最近またハマって打ってるんですよ。あ、俺も打ってるよ、もちろん。ただね、導入帳と導入当初あんなに引けた前回転がね、一切引けたって最近。俺もあのずーっと逆に前回転引けなかったの。はい。でも結構引けるようになった時期があった。はい。でもね、3とかね、こうなんだ。だからリプレイの方なんだよね。断ります。どうしよう、うん。コンディションとしては最悪ですよ、ね。コンディションとしては最悪な状況だね。前回は。俺半年くらい引いてると思うな。いや、でも、でも引きたいとは思ってるんで、うん、だからいけるって言っちゃったんですよ。なるほど。引きたいから。まあ俺はもうここで断ってる余裕はうちにはない。うちにはないんです。二人で行けばやれるんじゃないですか。二人で行けば一発。まあね、逆に言ったらポジティブに考えよう。お互い引けてないと、うん、前回転もそうだし、前回転ゴッドも引けてない。引けてない。ということはね、明けぬ夜はないわけですよ。ない。山の雨などないわけ。ない。ということは引けぬ前回転などないということで、もうそろそろ日の出じゃない？そうっすね。そう。我が事務所も達成できる依頼などない。ということは。確率論から考えればそろそろ一発なんだね、こう依頼達成ってなってもおかしくはないと思うよ。しかも今回フラグがしっかりありますからね。そう、そうなの。シチュエーションっていうわけじゃなくて、いつ何時でも一発引きゃいいだけですから。そうで、いつだって抽選してくれるじゃん。それがゴッドのいいところだと思います。まあやってみる価値はある。やるか。やりましょう。そろそろ一発ね、花火上げたいし、上げる花火としてこんなにふさわしいものはない。ええ、うん、誰もが夢見る前回転ごとイメージあるもんね。あります。あのどうなったら弾けるかっていうイメージはある。我々は持ってるんで、ある種これは大チャンスと言っていいんじゃないかと思いますんで、ピンチをチャンスに変えに行きましょう。どうしますか。どちらでも。いや、私はもう松本さんの隣にはめらせていただきます。じゃあもう真ん中2台いきますか。行く。真ん中2台。今回こそは遂行、依頼の遂行。ぼちぼちやらないとならないんで。ぼちぼちやらないと、マジでもうちょっと俺たちも立つしかないから。それ頑張ろう。これでも僕椅子の高さが、あの引ける引けないにすごく綿密な関わりがあるとずっと思ってるんですよね。なるほど。だから引きやすい景色のとこで、だから俺高すぎると絶対ダメなんだよな。なるほどね。はい。角度、多分腕の角度が変わるからだと思うんですけど、このぐらい。よし。このぐらい。マジだ。マジなんだよ。いやいやいや、別にバカじゃない。でもこのぐらいかなって。だからその椅子の高さの対価に俺のポジショニングは今日はどうかなと思って今聞いてみた。なるほどなるほど。隣は関係ない。隣は今日関係ない。違う違う、俺の今この高さ大丈夫。なるほど。じゃあだから自分があの偉いのを引っ張ってきてる時の景色に合わせないとダメなんですよ。もうないんだよ。忘れ記憶の断片。記憶にないんだもん。もう掘り起こしても掘り起こしても出てこないんだもん。よし、じゃあ行きますか。はい。まあ、今回の依頼は全回転フリーズということで、まあ、全回転フリーズの特徴としてはウェイトがかかる状況でレバーを叩いた場合、ウェイトがかからずにいきなり回り出すっていうのがあるから、それが唯一察知できる瞬間ということです。はい。最後ここ名王ぞろい引いてる。最後に全回転フリーズ引いたの結構前なんですけど、はいはいはい、僕そっからその直近っていうんですか、うん、直近全回転4発ぐらいは、うん、あのガサッてなる前に、うん、まあ、口に出して引いたって言ってます。ああ、なるほど。察知してんだ、ね、察知してます。俺やっぱね、敏感じゃない方だからね、止める瞬間にやっぱ止まる。ええってなるんですか。ガーッてなる。いや、おい。まあまあ、とりあえず頑張りましょう。まあ、1ゲーム目から可能性ありますか。ありますからね。マイゲームもちろん抽選です。俺のは止まる気配がない。いやいや、それはそうです。まあ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 、とりあえずは。あら、1ゲーム目から拾っている第1選手。お、あれ、俺もだ。まあ、上位にいるかもね。あ、可能性はあります、ね。でまあ、一応朝一の挙動をおさらいしておくと、まあ、一
一番確認したいのはヘルゾーン広角ですね。ヘルゾーン広角を確認できると設定56の期待が高くなるので、まあ前日のやめた状態にもよりますが、いきなり何も引いてないのにヘルゾーン入ったりすると、まあ56の期待が高くなる。今日は飛ばすね。ピッチ、しかも風吹きました。とりあえず当てちゃおうかな。あるあるよ。ああ。3連当たんねえかな急に。まあね、全長短めだから。10ゲーム、最大10ゲームですよね。うん、1,2,3。ハーデスは分かりやすい。特殊戦は最大全長10ゲームなんで。いや、そうですね。ただ最後の右上がり、違う、最後の木棚で風吹いたので、僕も通常化準備には上がったっぽいですね。最近僕ちょっと密かに第二次ハーデスブームが来てて、いや、ほら分かる、こうやっぱずっと凱旋凱旋ってやってたんですけど、はいはいはい、面白いですね。いや、やっぱ本当よくできてますね。中間設定が多いイメージがあるんだよね。要はハーデススタートだから、3位上から。そうっすね。そう。ハーデステージスタート意外とやっぱ未だに見ますからね。見るから。そういう意味で言うと、おいいんじゃない。天国準備か天国見ますね。なんかあんまりメタピンっていう状況でもないところが結構多いのかなっていうところもある。あとはまあ早々ね、あれですけど、やっぱ今もうちょっと時代が変わりつつある中で、はい、万枚出すってなったらやっぱ第一選択に入ってくると思うんですよね。まあそうだね。僕5000枚出すんだったら凱旋、万枚出すんだったらハーデスっていう指針があって。なるほど。凱旋で5000枚も出るっけ。いや出ます。5000枚、ただなかなか万枚はいくか、なかなかなんですよね。あ、僕あれだけ凱旋打ってて万枚ないですからね。あ、そうなの。はい、それは意外だわ。9000枚とか7000枚、8000枚とかで止まっちゃうんですよ。まあ凱旋の場合は逆に万枚出るってなったら番組が見えるぐらいの勢いになるから。確かに確かに、上の振れ幅は凱旋の方がやっぱ大きいかなっていう気がするけど、ハーデスはね、そういう意味で言ったらなんか一回捕まえれば本当に万枚も、ていうかゴッドドロー一発でもなんか万枚が見える可能性がある。ハーデスだったね。落ちたってことは天国まで行ったな、多分。あ、行ったのかもしれないね。171が出たとこ、あれ天国にいたな多分。あれ、凱旋しばらく打って戻ってきたときに、あれハーデスってこんなに分かんねえっけってなりました。モードが見抜きづらい。お、これをいったよ。出た、来なさい。当てましょう。当てよう。もったいないんだよ。もう上の液晶デメがもういないって言ってましたね。コット引こう、まずっていうか、ちょっとあれだな、前回転俺ほんと超ご無沙汰なんすよね。前回転自体がね、はい、俺は引いてるけどゴッドはもうほんとご無沙汰っていうか、もともと全然引けてない方だから、前回転ゴッドが。俺はやっぱりね、通常時よりも DD 中の方がなんか引けるイメージが強い。前回転ですか。うん、僕はあれだな、通常時だな、むしろなんか DD 中って、うん、前回転だと何出ないじゃないですか、うん、あのパーンって言った瞬間にあ、なしっていう印象がつくと。ああ、なるほどね。いや、もう5号機の、まあ、最初の初代ミリオンゴッドで、ゼウス、凱旋、ハーデス、まあ、いわゆる4機種ですか、今。はい、
ただもう僕はやっぱこの凱旋とハーデスが僕はやっぱすげえもう来るとこまで来たなっていうか、まあそうだね、この完成度の高さの2台が同時にいるってのはすげえことだなと思うんですけどね。まあやっぱり4号機から5号機移り変わる中でバージョンダウンしてないからね。これはもちろんあの出玉性能とかいう意味ではもうそれはもうしょうがないことですけど、ゲーム性っていう意味ではやっぱりこの2機種は圧倒的に続けてる感じがするよね。絆が第一選択にはなるだろうな、ほとんどのホールが。いやまあそうでしょう。ただかといってじゃあ、お、いった2度目邪魔させた中ゲーム40、53まで。ん？右上がりキナナからの前兆だ。低いじゃん、3ゲーム連続。おお、当たった。右上がりキナナが刺さりましたな。しかも、まあ天狗っぽくないところだよね。思います、おそらく。よし、初めての初当たり。362ゲーム。いや、ハーデスの魅力はこういう時に実は冥界にいたとかあるからね。おおおおお、それではお披露目本日1回目のジャッジメントでございます。まあ、ほぼ順当にいけばケルベロス。考えればいいですね。普通に当たったっていうことですかね。よし、頑張れ。あ、おお、リプレイです。うまい。熱い。ああ、30のまま。2番目ですか。あとはエリニウス移動からスタートしたいね。エリニウスか。しかもなんか引いた。ロックはやっぱエリニウス移動からスタートしやすいから。右上がりかな。あとハーデスはね、 GG 中はあのリールロックの楽しみがあるんでね。そうだね、あれは本当違っとするよね。あの時はね、凱旋にはない、うん、またリールの動きがかっこいいんで、叩いた瞬間に音全部止まるっていう。さあ400ゲーム到達です。もう行くとこまで行ってもらってハーデス引っ張り出してもらってもいいですよ。でも俺ぶっちゃけ変更だと思ってる。あ、もう朝のあれでから。どっちかっていうと変更より。あとまあその薄い奥800のゾーンで感じさせるようなやつ出てないんだよね。ヘル広角を感じれなかった。その道中引くリズムが早いと、引き当てがタイミングがいいと、うん、下でもまあまあ戦えるんですよ。そう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 。あとは特に中断キナナ。そう、中断キナナね。ほんと引くタイミング大事だよ、あの台は。あの台って言うと、中断キナナがね、マジすげえ生きるか死ぬかを握ってくる。一番の
後で弾きたい？いや、僕はもう上げてからですよ、しっかり。あ、まあでも、いわゆるまあ通常、うん、通常か、もう本当天国か。そうだね、どっちかですね。計画天国準備、その2モードで弾いちゃうと、まあ、天国準備で弾きたいね、まあ、上がってくれるけどっていう、まあ、その後自分で当てるっていうパターンありますけどね、うん、とりあえず281枚間違ってループ出てこないかな。ループは出し、たまにこうやっていわゆるあのここを押さえてね、これね、これこうやってやってることをやるんですけど、こうやってやってる時に本当にならねえかなと思って。お前は、あ、ありがとう、何やってるの、うめえ、これやってるわ、すがーって3年生がエースくらいちょっと期待30、しかも割とボードがいいとこで今しかも闇の時に出てなかったね、出ましたね、出たよね、どの道は当たりそう。お？お？はい。あ、いっ、あ、うん、あ、そこで V で熱かったな。あ、いるんじゃない？あ、いる。います。うめえ。いやいやいや、ありがとう。よかった。とか言って確定役だったら面白いんだけどね。なななっつってね、まあまあ。おっ、まあ7ゲームで当たりました。まあダイヤにね、ダイヤ2連戦が高いなかろうかと思われます。じゃあとりあえず私は本日一発目のジャッジメントに出していただきます。僕そこでの確定役が意外と好きなんですよ。あ、だいたい扉なんですよ。そうだね、扉だね。これケルベロスならケルベロスで後に取っといてほしいっていう前イヤホンしてるんで遅れがマジで分かんないですよ。遅れてた。僕生涯で300ってこのプラス300って画面2回しか出したことないんですよ。ハーですか。やべえ、マジかよ。俺ケルベロス中に第一で300加えたことある。何持ってきたんだお前。すげえ。いや、とりあえずもうこれでしばらく安泰です。マジかー、びっくりした。見て見て、手震えてるもん。あまりの事態で手震えてます。しかもよりによって300。いや、もうマジびっくりした。うめー、うめーとこで持ってきた。いや、もうこれでもう何が出てきてもいいなっていう気持ちになるもんね。そういう時に限ってね、意外とね、意外とね、意外とありますよ、これ。まあよかろう。いやー、300。いやー、ちょっとびっくり。俺準備中に300乗ったのは初めて。初めてです、もちろん。いやー、ちょっと今日はやれそうな気がしてきちゃったぞ。いいもん見たー。いやー、頑張ります、そっからも。いいもん見たー。ただここは50では終わらせたくない。あっ、いやー、しゃしゃしゃ。めでてる、めでてる、かわいいですね、めでてる、めでてる。まあ多分こんなにめでられてもそのペルドロスの気持ちとしてはもう全然やる気ないでしょ。やる気ないね今はね。お前だって俺が出る前に300持っとうやって。まあでも俺50じゃなければいいから。センキュー。あ、かわいいですね。
てる、目で出る。やべえ。超かわいい。超でけえゲームス持つ可能性ある。よし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 。よし。かわいい。あ、はいはいやばいやばいやばい。よし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 。クルメロスター覚えない。覚えないスターできる可能性ある。かわいい。かわいいですね。なんでここでだそれは許さない。まあいいよでしょう、よでしょう、よでしょう。うわー440もらいました。うめー。これはしかもこれダイヤ2連で当たった時にね、エア役でももし当たったればこれ次のように戦闘始まる可能性もある。あーそこはまあそこまではない、そこまで。いや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 、18分ぐらいもらいました。これぞハーデスっていう感じの捕獲ですか。やっぱ一発の発当たりでもこれだけ夢がある。いろんなところに入り口あるんですよね、ハーデスは。ただ300一発のお世話久しぶりに見た。いやー本当悔やまれるのは遅れを体感できなかった。まあ、なんかどっかででかく乗せるまではね、一人の戦いが続くのがハーデスの大戦だからね。突き刺せないうちは耐え忍ぶしかねえから、子役にしか過ぎないんで。いやー久しぶりに見てえな全回転、はい、全回転中のねかっこいいですよね。まあやっぱあとは入り方が本当秀逸だよね。本当すべてをチャプライ返ししてくれるあの瞬間ね。お、ティナの3連だけめっちゃするな。もう一つ、もう一つちょん負け。間違って6つ並べばいいのにな。もう3つだけじゃなくて5ぐらいね、ずらーっ。当たっちゃわないかな、何かの間違いで。天井近くだとあんなに当たるのね。何なんでしょうね。何なんだろうな。ハーデス。ハーデスの1500ゲーム内は本当に何か潜んでるとしか思えない。7不思議ありまくりだよ。すぐプロトステージ来ますか。あこれ一生多分忘れないと思う。キナナ3連してキナナ下段でテンパっちゃってやめろってペット押して外れたの。よしマックスペットしたらプルーンといたこれ。誰だよっつってどういうことだよっつって。遅れてた遅れてた。俺今話の中で今俺遅れた気がすんだよなと思って。あそうだった。しかもこっちはドタガメだから。ここ押したら。遅れてた。やっぱあれだよ、意識は絶対外に置かなきゃいけない。そうそう、だって完全に天井の方に話がいっちゃう。7不思議に天井の前の話。OK やったじゃん。僕しかも遅れでここ押して消えたの初めてだったんです。今は光ってなかったもんね。光ってなかったです、うん、遅れてはいたんだ。まず一発目、まず一発目 OK。 あーすげえタイミングで押しちゃった。絶対消えねえと思ったから。すげえタイミングで押しちゃった。いや、うんうん、パーとかいや本
か確かめるためにあのスタート音聞こうと思って耳こうやって押しましたからね。あそしたら違う音がドーン。そう、うろたえました。今のはいや今のタイミングで弾いてるとしたらこれいいジャッジメントを引っ張ってるような気がするな。よしよし、お楽しみはここからだぜ。あーマジか。さあ全回転が欲しい。なんか欲しいね。あのワクワクできる何十秒間が欲しいよ、見たい。多分なるんですよ確か。おー、オッケー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 、よしよし。あ、お、これでとりあえずハーデスオア超ペルセポネハーデスだ。さあオッケー、目標の4桁やっちゃおうね。生まれて初めてです。生まれて初めて。生まれて初めて。もし、だってさっき生まれて初めてやったの。そうですね。だから、あり得ない。もうだから前半戦で、もう前半戦最初の5ゲームで400ゲームぐらいは欲しい。だね。これが限りなく回るやつ。2周目行きたいですよ。2周目行きたい。雷。
あーなるほど。30のおーデジャブはなし。頼む、乗れ乗れ雷。あー氷。あーでも中断だ。あう遅い。よしさっきのやつ、目音さっきのリプレイ。そう、さっきのやつね。さっきのリプレイだから逆からやってたら揃ってたんだけど。おー、うまい。そうだそうだ。よし、回れ欲しい。回ってよし、大丈夫。よし、いたやろだったー。よし、20周20周しろ。あ、ここは回そう。あー復活すれば、戻ってこい。復活すればここが青に変わらなければ。青なんだね。しかも振動してる。うまい。そう、まあ、振動付きだからここも回るでしょ。ここももらって、ここももらって、今度は行こう。そう、今度は2。あー、消えるんかい。うわ、マジか。あ、じゃあいいよ、いい流れ。オッケー、3ゲーム連続。今250。いい履歴だな。わあ、もうこれなんか欲しい。特殊ジュースは欲しい。特殊ジュース欲しいね。行こう。これ後半駆け抜けパターンあります。油断しないように。そう。ああ、ちょっと。これ引き止むから。今これ引き止むからやめて。確かに。いや、まだ行こう。あと一つ。300乗せましょう。そう。あー、うまいよ。よし。よし。いいね。これは気持ちいい。おっと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 。いける。十分でした。よかったです。借りは返したってことだ。これ持って帰ってましたね。で、よしあともう一人だね。最後の人、やっぱりまた人がいいね。人がいいですね。人がいいね、ここはね。犬はいいよね。人がいい。今日はちょっとお帰りいただいて、今日は人がいいですね。今日は人がいい。さあ、一回回れば 50% 持ってるって考えると、ね、コンボフリーズがちょっとあれでしたね。そうだね。絶対なかった。じゃあ全てが絡み合った時に行くんだろうな、ステン。だから逆に超覚の方がね、ポテンシャルは俺高いんじゃないかと思うんだよね。回りますもんね。回るから、回ったら 50% 以上だから。ペルセポレでやっぱ1500とか乗せてる人いるもんな。ダイヤ2連にこれほどの価値があるとは。すげえ。本当ホームラン。超高級ダイヤだよ。誰に尽くせる。よし、当たった時にもしかしたらちょっといいモードにいたかもしれない。
なんか効きそうな雰囲気あるね。雰囲気ある、なんか効きそうな予感がします。ちょっとあなたのその予感は結構本物の予感の時が多いからね。ほんのりほんのりなんか今2台で抑えられてますけど、こういう時に俺が弾いたら誰もが弾いてるから。バカ野郎。スーパーサンビが出てる。すごい。天国か天国準備なのに、嵐さん1台も取ってない。1台も誰も俺を見ようとしない。これ下手したら当たるよ。ボール残念だから。当たらないっていうね。下手したら当たるよって言われても戻ってこない。信じない。俺のことは一切。あら、これリプレイで切り出ちゃったってことはこれ落ちてるね。ああ、なるほど。ちょっとおとなしくなったな。ほら、やっぱこいつ嘘ついてただろうみたいな顔されてますけど。当たんないじゃないか、ほらって。プーンとか落ちてんだよ。当たんないじゃないか。当たんないじゃないか、お前。当選しました。ラッキー。これでね、ループストックの抽選ね、 50% は 66% 受けれますから。これがでかいっすよね。これがでかい。上乗せのジャッジメント。ここね、でかい。これは嬉しい。違ってペルセポネ出てこい。ペルセポネ。ペルベロス。ペルベロスね。オッケー。よし。これでハーデス、ペルセポネ、ケルベロスの順番にやったんで。よし。もうこれで一回とりあえずボット揃いは消化したっていうことにしよう。不思議と残り最後お楽しみがおまけがついてくるみたいな。お、頑張り屋さん、頑張り屋さんかい、頑張り屋さん、頑張り屋さんだろ。お、あらららららら、何、どうした、どうした、どうした、超えました、超えました、超えました、超えた、超えている、いいよいいよいいよ、超えている、超えベロス、超えベロスだ、超えベロスです、完全に。あー、でも15枚多い。頑張り、頑張り屋さん、頑張り屋さんだ。俺だってやるときはやるぞ。うまい。いや、うまいね。これはナイス上乗せ。今もう500近く持ってる。今もう消化してる。消化してますけど、これで300まで。おお。イエーイ。これでかいね。しかもループが増えてる可能性もあるもん。いやいや、今のところこれでからですよ。一番働いてないのがハーデスってことになりましたよ。これはだと、ダメ親父の称号を与えられる可能性がある。俺は黙ってられないというか。これもね、ハーデスもこれはもう黙ってられないと思いますから。熱い。もう一回耐えて。あー、2回か。次の演出次第。竜巻、カブトつけ。あー、弱いぞ。あー、弱い。盲導がどこにいるか完全に見失っております。ちょっと得意のこいつ引き合い、偶数揃えれば勝ちです。すげえ。一体右手には今何の意味があったんですか。偶数、偶数、あ、呼び込んだ呼び込んだ。あるよ、アリス、アリス
チャリ入ったらおしまい全長の可能性なただ、なんだろう、何で当たったか、まあ、結構レアで言ったけど上空じゃないので、今日、まあ、ヘルプ音楽に上がれば3号の可能性がいいよ、大事、大事ですねイエローバーニングイエロー、出た、呪いの言葉、イエローバーニングイエローバーニング外れ確定まあ、汗確定しました、今ので。おい言うたな。イエロー。イエローバーニングの力見せますよ。呪いの言葉、イエローバーニング。バーニング。ほら。おお、出た。バーニングバーニング。バーニングバーニングバーニング。怪しい。やると思った。バーニング。ボタンだけ出る。バーニングバーニングバーニング。外線じゃなくてハーデス用だったんですねハーデス用だったかもしれないハーデス用語だったおし、なんとか戦えてんな戦えてますな遅れてねえよ無理くり戦えてる感あるいきましょう何本いきましょうかうんまあまあまあここは主張に500ぐらいね500? 俺にはこれがあるから出たラブリーペイペイが出たはい実は俺この間ヘルセポで2連続で引いて50-50だった何を返してもらうよあ、その分ってことですか。うえで、その時はこれでやられてる。はいはい、揃いました時に。よし。スルッといった。ああ、今日は大丈夫。バイバイバイ。ああ、ドキドキした。ああ、ドキドキした。しない。聞いてない。聞いてない。まさか大丈夫出たあ出たそっちパターン杖はダメだよ杖はまずいやつだから杖はまずい杖はダメよペッちゃんペッちゃんダメまだまだどこ行ったって500宣言どこ行ったやっぱあれだねあんまり回転走行は良くないそうそうあんまりね良くない回転走行は良くない本当うん騒音に来ていく安定のオキャン早いいやんこの手応えいけるよなこれいやこれはいけるこれこんなに調子いいこれはいける我々ってもう珍しいぐらいの勢いになってる最近はこれは珍しいっすね、うん、なんか
1回目の時を思い出さない？ここ、ね、ちょっとやれる感じ。これはね、待ってる気がします。この後に待ってるよね。待ってる気がする。だって俺が300乗せて、あなたはサプライズゴッドだもんね。いやー、たまらんかった。びっくりしたわ俺も。何やってんのかなと思ったらバーンってなったから。遅れてた。これはあるな。ある。むちゃくちゃ出ますね多分。むちゃくちゃ出るかな。むちゃくちゃ出ると思います。むちゃくちゃ出てくれれば、正直いいんだよ依頼は。最悪。払えるがいいから。正直。だから詰まってるからもう。とりあえず一つの問題は解決しそうっす。一つの問題、ね。我々の経済状況。経済状況は一旦解決しそう。一旦解決しそう。だからだいぶ片隅は降りる。ただ結構返されたこともあるよ。こっから冥王殿に。いや、これは大丈夫じゃないかな。引っ張ってくると思うな。どっちかが引っ張ってくると思います。そうだね。なんかまあこのままでは終わらない感じの、こう前半終わったっていうのはもう最近では全くなかったから。覇気を感じない。感じるね、はい、覇気を感じます。4社4用の4社4用我々2人と第2代、うん、今回のね、あの冥王一家はちょっと燃えてる感じするからね。これはいいぞ。これいけるね。いけます。じゃあまあもう多くを語る必要はないでしょう。いやもうこうご期待。はい、次回初の依頼達成、事件解決を皆様にお届けしますんで、ぜひぜひお見逃しなく。次回嵐シス。おい、何でそんな次回予告。俺なんかやりでも飛べちゃうわけとか。豪華タレントたちが多数出演、人気テレビ番組が YouTube で見れる。充実のラインナップで配信。毎週火曜最新、ウイチとヒカルの面白いテレビ。毎週水曜配信、嵐と松本。毎週木曜配信、魚拓男性の口とすっぽんぽん。毎週金曜配信、どうにか貧乏家族。さらに第3第4月曜サイトセブンカップの最新大会を配信。 YouTube オリジナル番組未公開シーンも定期で配信予定。メンバーシップに登録して限定動画を楽しもう。リクエストもどしどしお寄せください。サイトセブン TV。 あの人気ライターがあなたのスマホに降臨。4000本以上の動画が見放題。ここでしか見られない限定動画やあの人気番組の最新作まで多数配信。サイトセブン TV プレミアム。